こんばんは、地図のあかりです。今日は J-POP で超定番になってるコード進行の一つであるマルサ進行で使えるフレーズを紹介します。今の夏です。これかっこよくないっすか？え、わからなかった。では、わからなかった方のためにもう一度。これっすね。今日はこのフレーズの作り方を一緒に見ていきながら、こういうのを自分で作るときに使える音楽理論の話とかもいろいろしていこうと思います。よければお付き合いください。マルサ進行って何？はい、これがマルサ進行です。椎名林檎さんの丸の内サディスティックで使われたコード進行だからってことで、丸の内サディスティック進行、略してマルサ進行って風に日本では呼ばれてます。椎名林檎さんが使う前は日本では使われてなかったってこと？いや、そんなことはないんだけど、椎名林檎さんめっちゃ超かっこいいからね、仕方ないね。なるほど、仕方ないね。仕方ないね。マルサ進行の改造パターン。今日はこのマルサ進行をそのまま使わず改造して使います。改造したらもはやマルサ進行ではないのでは？いや、改造しても普通にマルサ進行って呼びます。呼ばないこともあるけど。こっちやねん。これね、マルサ進行って名前自体があだ名みたいなもんだから、どこまでをマルサ進行とするみたいな厳密な定義はもちろんないんだけど、後ろのピンク枠の部分はどう改造しても割とマルサ進行って風に呼ばれてます。そうなのか。ちょっと何曲か見てみましょう。例えば名前のない怪物では最後が無印セブンスじゃなくてただのメジャークライアドになってる部分があるし、プリテンダーなら最後の部分がなんか難しそうな感じになってるし、マトリョシカみたいに最後の無印セブンスを消しちゃうこともあります。なるほど。てな感じで、今見てもらったみたいにピンク枠はもはや自由枠みたいな感じで扱われてて、改造しても OK なエリアになってるから、なってるから、私らも今日はがっつりここ改造して使っていきます。ピレイテッド2マイナーセブンス。本日施す改造その1。改造その1。今日は最後にある無印のセブンスコードを2分割します。2分割しましょう。具体的にはこう、左みたいに無印セブンスを1回だけ鳴らすんじゃなくて、右みたいにマイナーコードをつけて2発コードが鳴る感じにします。なお、この分割方法を音楽理論の用語でリレイテッド2マイナーセブンスと言います。お名前長くない？でもかっこよくない？それはそう。で、この先に鳴らすマイナーコードは勝手に何でも使っていいわけじゃなくて、必ず元の無印セブンスのルートから見て完全5度上の音がルートになるマイナーコードを使うってルールになってます。よくわからん。なお、今の説明を聞いてよくわからんって思った人はこの図を使ってください。ほうほう。今後どこかで、あ、この無印セブンス分割して使いてえなって思った時はこの図で見て、時計回りに1個先にある音をルートにしたマイナーコードを組み合わせれば OK です。なるほど。例えば今日は E フラットセブンスを分割して使いたいので、 E フラットから見て時計回りに1個先にあるこの B フラットをルートにしたマイナーコードが使えるってわけです。聞いてみましょう。こんな響きになります。パッシングコード。本日施す改造その2。改造その2。パッシングコードってのを使おう。ってのを使おう。コード同士を滑らかにつなぎたいときに間に挟んで使うコードをパッシングコードって呼びます。で、このパッシングコードを使うときの基本として、間に挟むコードの種類をディミニッシュ系のコードにするってのがありまして、大体のシチュではここがディミニッシュ系のコードになります。なるほど。ですが実は全然違う種類のコードを挟んだりもできます。どっちやねん。で、今日は後者の全然違うのを挟む方のパターンでいきます。何挟むの？今日はマイナーセブンスコードとマイナーセブンスコードの間にマイナーセブンスコードを挟みましょう。マイナーセブンスコード多くないですか？マイナーセブンスコード多いですね。聞いてみるとこんな音です。うん、マイナーセブンスコード多い。マイナーコードをメジャーコードで弾く。マイナーコードではマイナーコードを弾くべきという先入観を捨て去りメジャーコードを弾きます。何言ってんだこいつ。せっかく3つもマイナーセブンスコードを並べたので、これ全部メジャーコードで弾きましょう。全部単3度上のメジャーセブンスコードで弾いてみます。具体的には C マイナーセブンスは E フラットメジャーセブンスで、 B マイナーセブンスは D メジャーセブンスで、 B フラットマイナーセブンスは D フラットメジャーセブンスで弾きます。するとこう、何やらおしゃれっぽい響きになります。なるほど。なお、3度上の王みたいな話がよくわからんって人は、またさっきの図を取り出してもろて、元のマイナーコードのルートがある位置をまずチェック。で、そっから見て、角度で言えばマイナス90度、時計で言えば15分戻った位置にある音のメジャーセブンス弾いてくれれば OK です。メジャーセブンスを改造する。この手順は省いても OK ですが、冒頭に聞いてもらったフレーズでは、今やったマイナーセブンスの時の単3度上のメジャーセブンスをさらに改造して、下から2個目の音を全音下に下げて弾いてました。例えば E フラットメジャーセブンスが通常 E フラット GB フラット D になるところを E フラット F B フラット D にしてたってことっすね。この部分はやらなくても似たようなフレーズが出来上がるので、マジでお好みでって感じです。私はこの積み方が好きなのでこっちにしました。リズムをつける。いよいよリズムをつけて、冒頭で使ったフレーズみたいなのにしていきます。口で言うとタンタカタカって感じ。ほうほう。はい、復唱して、タンタカタカタンタカタカタンタカタカ。で、最初のタンでは普通にコードを弾いて、続きのタカタカではコードの音を上から順番に弾きます。繋いで弾くと、はい、こんな感じ。なるほど。そんで今日のフレーズではコードが毎回半音ずつ下がっていくので、
こうですね。最後の一泊。最後の一泊はマイナーコードじゃないですわ。せやね。無印のセブンスですね。だからさっきまでの単三度へのメジャーセブンスは使えませんですね。ですのでここは適当に埋めます。解説動画で適当に高いっちゃう畜生。まさに下道。ちな冒頭のフレーズはこのフレーズで締めてます。コードのルートとセブンスの音だけを使ったフレーズですね。そうそう。なるほど。てかほらほらほらね。実際の曲ではワンフレーズだけやって終わりなんてことはなくて、次の小節から始めたい別のフレーズがあるだろうから、それに滑らかに繋げるためのジョイント部分みたいなもんだと思ってくれれば、むしろこうやって幅を持たせた方が柔軟に使えるってもので断じて手抜きとかではない。左手はどうすればいいんですか？あ、やっべ、左手の話するの忘れてたわ。さっきまでの解説部分で何も言わずしれっと使ってた左手のやつはこういう弾き方です。具体的に説明すると、それぞれのコードで、ルートとセブンスだけ、またはルートとサードだけ、のどっちかを鳴らしてました。これ、シェルボイシングっていう有名な弾き方でして、詳しく知りたい方はシェルボイシングで検索かけるとガンガン情報出てきます。ちなこれバドパウエルさんが使ってた弾き方ってことで別名バドパウエルボイシングとも呼ばれますね。誰それ？ジャズのすごい人です。でまあ、説明してみたものの左手は今回の趣旨からするとおまけみたいなものなので、皆さんそれぞれ得意な弾き方でやってくれれば OK です。テンポが速いとき。はい、とりあえずこんな感じで完成したわけですけれども、テンポ速いとこれめっちゃしんどいっすよね。どこがしんどいって、特にタンタカタカの最後の音から次のタンに移るのがしんどい。ですので速いテンポの時はいっそ最初のタンを抜いてしまいましょう。テンポ速い時はタカタカだけでも十分かっこいいです。こんな感じになります。妥協とか言ってはいけない。終わり。はい、解説は以上です。今日のフレーズはやってることはただのアルペジオなんですが、マイナーセブンスコードをそのまま鳴らすんじゃなく別の形をあえて選んでみることでちょっぴりひねりの効いた響きになって良い感じっすよね。こういうのを音楽用語でアッパーストラクチャーを使ったアルペジオって言います。特に今日やったマイナー系のコードの上で単3度上のメジャーセブンスを弾くってアイデアは結構応用が効きやすいので、ぜひぜひ今日のフレーズ以外にもいろいろ試してみてください。例えば今日最後に紹介したタカタカってアルペジオに展開を適用してみるだけでも